今日のガチャはめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。だからこの動画見たらね、すぐ回しに行った方がいいから。で、はい、こちらのガチャはロッテマスコットチャーム2022パッケージ、前後週300円、12月発売となっております。はい、ラインナップですが、文字だけだったのでこちらの画像ですね。はい、今回トッポが入ったんですよね。これ狙っていきます。はい、で今回はチョコパイが当たりました。めちゃくちゃリアル。こっちのミニチュアチャームがほら、なんか生地の感じまで出てるし、で、まあ、ちゃんと中も入ってるでしょ。クオリティ高すぎ。一応2022年パッケージらしいです。で、裏面はチョコパイアニマルクラフトってやつが書いてありました。今回2021年パッケージの右側ですね。これの裏見ましょうか。おお、白いね。一応上のが2022年のやつです。ちょっと色違うんだよね。で、横もちょっとチョコパイとかちゃんとね、今年は入ってるんだよね。ほらもう、去年サボってない？これ。はい、ということでチョコパイ可愛かったです。じゃあ次行こう。はい、二つ目はチョコを味わうパイの実深みショコラです。名前投げ。注目はやっぱりね、これだよね。うわ、もうパイの実のテカリとさ、この裏のやつすげえ。今回もね、2021年のやつと比べてみるんだけど、ほら、パイの実のミニチュアチャームでちゃんと違うの。色だけ塗ったとかじゃなくて、ちゃんと作り直してるわ。やっぱりね、このロッテシリーズはね、もう絶対に回すべきです。次！はい、今回当たったのが、コアラのマーチ、かっこ、眉毛コアラです。去年のパッケージを見ても、やっぱ違うんだよね。いや、俺、てっきりさ、今年もなんか一緒かと思ってたんだけど、マジで回してよかった。もちろんミニチャームの方も、ほら、クオリティが高いんよ。ああ、もう全部当たりや。さすが、眉毛パッケージってだけあって、マジで全員眉毛ついてるよね。うん。これ、眉毛コアラ、な、これ、読めねえわ。はい、こちらのコアラのマーチも最高でしたね。はい。じゃあね、これ次やりました。トッポ、これね、これが一番惜しかったんよね。いや、このミニチャームもめちゃくちゃ可愛いよ。あ、もうね、すごい。もうね、ほら、なんかわかる？トッポのこのなんか肌荒れ、中にもちゃんとね、チョコが入ってるの。いやー、もうね、もうクオリティはやっぱりね、めちゃくちゃ高いです。はい。ね。お、これね。あ、久しぶりにいい？やっぱこれだね。最後までチョコたっぷり。はい、今回のロッテ2022のやつで一番メインだと思います。トッポ、最高でした。はい、こちらの5段階評価ですが、ですね、もうこれは決まってますよ。はい。もう結果は見えております。はい。星5。はい、こちらは、星のガービー30周年コロントソフビ2。全4種300円。11月発売となっております。ラインナップは左から、お宝争奪戦、フラワード、ぐるぐるゲームオーバー、携帯通信機の全4種となっております。はい。で、当たったのは、携帯通信機ですね。いや、もう、可愛いよ。もう、カービィ、ほんと好きなんだよね。はあ、なんか、穴開いてんだから、お前いいや。もう、ほんとね、サイズも大きいし、めっちゃいい。前回回した500円のカービィと比べても、もう、全然でかいでしょ？でカービィ。気にする人は気にするかな？なんか、口が汚えのと、腕にニキビみてえなのが、あります。はい。ちょっとね、なんか、ちょっと汚い。ごめんね、カービィ。はい、こちらの5段階評価ですが、いや、もうね、これは本当は星5あげたかったけど、なんか口汚ねえから星2。
はい、こちらは和菓子のぬいぐるみ全6種400円、12月発売となっております。ラインナップは左から練り切り、桜餅、どら焼き、たい焼き、豆大福みたらしだが、こん中で一番嫌なのってさ、こいつだ。いや、もうぬいぐるみ系いいの当たんねえよ。ああ、もうちょっとよりによってこんなやつに400円も。よし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 。はい、こちらの5段階評価ですが星1です。はい、こちらはリンコレ君が好き3誕生、前後種300円、12月発売となっております。ラインナップは左から厚焼き卵サンド、天つめし、プリン、ラーメンチカツ、ひよこ、兄、弟。今回当たったのはプリンです。いや、もうプリンすごい好きです。ちなみにリング調節しないと血が止まります。これ前回の YouTube でもあげたんだけど、そん時には天津飯が当たりました。なんか似てんな。はい、こちらの5段階評価ですが、プリンめっちゃ好きなんですよ。はい、でもこのなんかミント乗っけちゃってるでしょ、無理です。星1です。はい、こちらは鉄道パーツミニチュアコレクション、前後種500円、12月発売となっております。ラインナップは左上からブレーキハンドル、作業員ヘルメット、合図と改札なんちゃら看板、乗務員バッグセットの全5種となっております。はい、今回当たったのが会津島です。ちなみに鉄道には一切興味ないです。まあ興味がないということで、もうこれなんなんって感じです。はい、正直500円を無駄にした気がします。クオリティはなんか高そうだけど、なんなんこれ。ちなみにこれこの部分、これが動きます。はい、こちらの5段階評価ですが、もう正直もうこれはわかんねえわ。はい、それでは今日もやります。1位を当ててみな。今日はちょっと正直簡単ですよ、これは。もうはい、カウントしていきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。やっぱこれだね。最後までチョコたっぷり。今日もご視聴ありがとうございました。インスタ、ツイッターでは、毎日のガチャ入荷を載せてるから、よかったら概要欄から見てみて。ここまで見てくれたあなたに、めちゃくちゃうまい冷凍食品教えます。3、2、1。